はい、こんにちは、翔太です。ポケモンエイトね、やっていくんですけど、昨日の動画で、アロラ球根、昨日じゃないか。いや、昨日だわ、多分。昨日の動画で、アタッカーのね、アロラ球根使ってたと思うんですけど、この試合は、味方、怪力、エスバ、月光ガっていう結構パワフルな、火力が出る仲間が揃ってて、構成的にも僕がウィーク感じだから、サポートな感じにしていいんじゃないかっていうことで、まあ、アロラ球根試合中に、その、なんていうの、どういう技取っていくかで、サポートするのか、敵殴るのかみたいなのを使い分けれるのがいいなと思って、サポート型をね、使っていこうと思います。別にサポート型があるかって言われると、どうなんだって感じだけど、僕が勝手に、そういう風に思って使ってるだけです。ここはカニ狩り。マジでカニ退治。カニ取られたわ。多分。ちょっと遅かったかな、僕行くの。ヤドラに取られたのちょっと残念だな。まあまあまあ、ただこれ、後ろのカニ取れば、まあ、9個なれるんじゃないかな。3人で顔出してみるけど、さすがに取れるような感じではないよね。まあ、時間的にはちょうどぐらいだから、まあ、木の実食って、カニ取っていいね。効果外れたわ。たまになんかこのカーソル思い通りにいかないときあるよな。オッケー。で、マジカルシャインを取ると。なんかめっちゃ詰められてない？スタン入る。あー、ちょっと厳しいか。まあ、ここは、レベル上げで。取れそうだけど、ちょっと厳しいか。ゲンガが一気に来るね。ちょっとアロ級だとゲンガーに接近されるとさすがになすすべないな。まあ、そもそも、ヘドバクをね、食らうなっていう話なんですけど、それが避けれたら苦労しないんだよな、ゲンガー相手は。あれがなかなか避けれないから、厳しいのだって。うまければなんか避けれるんだろうけどね。ここ、下で当たってるんだったら手伝いに行きたいけど、引いてるか。スタン。フラッシュさっきまで落ちてるから。OK。まあ、ここは僕の方が今レベル高いから。どっちかっていうと、僕が中心的になってるけど。怪力がね、怪力になってくれれば。で、これはベール取ります。まあ、吹雪の方がダメージは出せるけど、結局、かじり雨で下にみんなで押しかけたときに、まあ、ベールが生きると。ああ、引いた方がいいね。こういう時も使えると。木の実だけ食って。まあこれは下行っていいかな。まあ下大勢で押しかけて、取りたい。なんとしても亀を。亀マジで全員分のさ、レベルちょっと上がるからさ、めちゃくちゃでかいんよ。で、僕らゲンガいないから、ゲンガどうしようかな。ゲンガーをゲンガーで対策してんのマジでさ、ポケモン剣立て、剣立てじゃないけど、ポケモンだろう。ヘドバク打ってきとるね。上側にみんな多いから、上側でなるべく使いたい。亀取るか全員で急いで。間に合う間に合う間に合う。うわ、ちょっと盗まれた。スタンで止めて。オッケーオッケー倒す。ナイスナイスナイス。これは倒せないけど。あ、持ってきてんのか。舐めたことしたら全員取るぞ。オッケー。ゴール決める。上帰りたいな。あー、でも白髪上行ってんな。僕別にこうだったら下滞在してもいいけど。でも上戻りたいな。これ以上ね、下に別にいても、敵倒せるわけでもないし、ゴールも入れないし、ポイントもないから。上のエスバ。処理したい話。どちらかというと。ピカ様いるね。これは壁で。おかげ。下戸が暴れてる。敵の後ろ落ちてるの入れるか。あ、上壊れたね。でかくて。割とでかくて。弦が来てる。下戻ろう。まあ、下が基本的には重要だからね。ヤドランも下来てんのか。ウルト上がった。亀取られた分がちょっとさ、きついかな。
とりあえずこれは盗もう。もーらい。もーらい。下多分そろそろ帰ってくるんだけど、3人でピカチュウやれるんだったらやった方がでかいでしょ。ゲコがめちゃくちゃ育ってんな。エスパ来てる。これも、別にゴール取られるのは構わないから、エスパが取れるとでかいっていう話。いやー、マジか。まあ、ウルト吐かせたといえば吐かせたけど、ゲコが強っ。本当に、あれじゃん、ベスト AD キャリーじゃん。これは下飛びたいな。第2次カメタイプに、あのエスパはウルト持ってないけど、僕はウルト持ってるからね。ここでウルトの、ウルト差で勝つわ。ゲンガーいるよ。ゲンガーと当たりたくないできれば僕は。別の人に当たってほしい。まずい。敵の方が多いな。帰り際もちょっとできれば下来てほしいけど。おかげ下揃ってきた。下校が来れば来ないとちょっときついな。壁で補助しつつだね。味方を。亀の取り合い始まってる。まだそんなに削れてない。あ、だからこれ安易にね、亀殴ると。そんな隠れてるでしょ。縁がいるんよな。いや、奥行きたいけど、ちょっと厳しいか。それ先に。あ、え？強くね？月光が。バグじゃん。OK、スタン入った。OK、しかも亀も取る。でかっ、しかもリザ取れる。ゲンガーでもいいね。オッケー、届いて雪。ウルトしかも僕使わなかったな。やらん来た。これはでもゴールできれば12分かな。壁つけといてやるよ。エスパ来てる。オッケー、スタン入った。マジでね、このアシストできるからね。いや、雪なだれで後ろに壁やる方がいいんかな。これまた上にちょっと人数で押しかけて、怪力助けつつ、ゲンガーを始末したい。ゲンガーをマジで倒して、レベルを上げさせたくない話ね。OK。もう一発。取れていて。OK、でかい。これ僕一回帰った方がいいだろうな、死ぬより。相手強くなるからさ。だったら断然、エスパ来てるわ。引かないと無理か。ちょっと回復して。いや、3人いるね。まあ、これだったら下のゴールで守っていいかな。しかも湧くし、そろそろ。サンダーが。そこが勝負な気がするけど。ベール強くなる。あー、リザウルト中か。ここを協力したいけどな。避けられちゃうね。やりきれないか。まあ、結構リザは削ったから。だから僕らはサンダー取んなくてもいい話あるな。僕ら2個目まで行かれてないでしょって。レーンの。先にウルト吐いて、とりあえず人数、枚数有利を作って、ゲンガ倒せる。これだったらサンダ取っていいな。多分だけど。まあ、盗まれるのが一番怖いけど。取れそうじゃね？あんま来ないし。オッケー。勝ったんじゃね？これは。エコの詰める時間を作って行き、オッケー、ナイス。月光がキャリー完全に始まってる。まあまあ捕まるけど。オッケー、なんか生き残っており、まあしょうがない。
まあ、こんだけ最後相手の敵陣まで押しかけたら勝ちでしょう。そんなに、いや、でも結構な、殴りつつ、ベールでその、5対5になるさ、集団戦補助できるのめちゃくちゃ好きなんだけど、私らがめちゃくちゃ強いじゃん。実質サポート2枚いるようなもんだからね。DPS そこそこ出るし。ベースレイまで行って勝ったわ。すげえ、めっちゃ点取ったな。だからあの月光花か。マジで化け物だった。 S1 強かったし、信じらんないぐらいさ、破壊し尽くしてたよな、月光が。 なんでそれ勝つのみたいな。全部カット取ったもんね。ただ言うて、僕と私が結構アシストしてるからね。 GG なんじゃないですか。こういう、なんかあれだわ、強い味方サポートするときクソ楽しいわ。お疲れ様でした。